はい。皆さんどうもこんにちは。今日はですね、スバルのね、えー、レガスアウトバックについて見ていきたいというふうに思います。いやー、ご覧のように非常にかっこいいですよね。とにかくエレガントで、上質。そしてですね、なんといっても内装の質感がめちゃくちゃ高いとえ、こういうことがね、言えるのがこの車の魅力なのかなというふうに思っています。で、えー、この車ね、えー、グレード2種類しかありません。 えー、あえて2種類にしているというところがね、逆にこう魅力なのかなというふうに思います。えー、この車、あ2種類ね、リミテッド EX と X ブレイクの EX ということになっています。それぞれ値段がですね、ほぼ変わりません。えー、実際にいくらなのかというところで言うと、リミテッド EX が429万円、X ブレイクが414万7千円ということでございます。ですから、まあ、15万円しか変わらないということになりますから、これはね、あの、リミテッドを選んで間違いないのかなというふうに思います。リミテッド EX って簡単に言うと、デザイン、機能、質感、安全、すべての価値を磨き上げ フラッグシップモデルなんですね一方でちょっと安いあの X ブレイクはあ SUV としてのデザインと機能を際立たせたよりアクティブなモデルということになっていますあのー、まあ本当にあの何、ー、て言うのかなこの車は質感が高くですねなおかつシートのね、えー、レベルが非常に高いというところが魅力になるんですけど X ブレイクはですねあのいわゆる黒 のシートになってしまいまいすですからあ今ねこの後ちょっと紹介するんですけどこの色の内装ですよねブラウンのようなあ内装色、まあ、厳密に言うとこれね、えー、タンレザーっていって本革シートのものになるんですけどこれを選びたいという方はね、えー、まあいわゆるリミテッド EX を選ぶしかないということでございますでも本当にねプラス15万でこの内装素材になるんだったら是非ね選んでほしいなというふうに思いますとにかく かっこいいし、今までの根本のですね、そのスバルのイメージを覆す、そんなね、えー、デザインなのかなというふうに思っていて、最近、日産、スバル、松田社のデザインが、ここ数年で大幅にグレードアップしたなと、そういう印象を受けます。で、なんでこんなにグレードアップしたのかなっていうふうに考えたときに、やっぱりですね、その、 質感が上がったっていうところとあと結局そのレベルがね大きく上がったというところでそのインテリアの素材マテリアルも相当レベルが上がって全体的にですねレベルが上がったなというのが私の感想です。 だからもうイメージがね全然違いますよねほんと高級会社となかなかそういないぐらいレベルが高くなっているので10年前とか20年前って正直スバルも日産もマツダも全部内装が安っぽかったんですよ。あーなんかちょっと違うなーというふうに思いつつ乗っていったんですけどあのー、本当にですね、あのー、デザインが進化したとこのタイヤねホイール も進化しししててていいまますす、まあ、全体として、ね、大きななレベルアップがなされていますでちょっとね、エンジンについて見ていきたいんですけど、エンジン1.8リッーこう DOHC の直噴ターボ DIT を搭載していて、トランスミッションはリニアトロニックになります。最高出力1 3 0ットで5200から5600回転時に発生します。ね サイドトロック300ニュートンです。300ニュートンといえば、これ、フォレスターの STI スポーツと同じですよ。だから、あのパワフルな走りを堪能することができるということでございます。一般的に車はですね、まあ、200ニュートン以上、あるいは250ニュートン以上あれば、パワフルあ、パワフルというか、まあ普通にね、走ることができる。300ニュートンあれば、パワフルな走りを、えー、堪能することができるということになっています。燃費は15.8キロです。はい。 うんあの非常にね、えー、見た目もいいですしこれはねあの売れて当然だなと思うそんなねデザインになっているのかなというふうに思いますいや非常にいいよねこの鉱石の広さも申し分ないしこう座ってて、ね、すごいねテンションが上がるねそんな室内空間になっているなとそういう印象がありますここの幅もね広いですし、うん、これはねあの本当に素晴らしいなと思いましたねはい あと、細かいところで言うとね、こういったドアトリムなんかの質感も非常に高い、ピアノブラックが施されていたりとかですね、ブランドレザーがうまくね、えー、採用されていたりとかしますので、えー、この車はね、えー、非常に えー、レベルが高い、ね、内容になっています。はい。で、えー、このあたりの銀メッキ加速もすごい上手ですよね。いわゆるレジスター周り、ね、エアコンの吹き出し口周りも非常に良いですし、あと、このね、ドリンクホルダーの部分に関しても非常に良いと。銀メッキ加速されてるってこれ良い,いですよね。松田の最近発売された c x 6は、このようにですね、ピアノブラックと銀メッキ両方で加速されていないですから、 その点は、こっちの車の方が、ゴージャスといえばゴージャスと、ね、いうことが言えるのかなというふうに思います。いや、でも本当に、こうやって車はですね、鉱石が結構ですね、その、時間を有意義にしてくれるツールとしてかなり大きく貢献しているなというふうに思っていてですね、まあ、どういうことかというと、鉱石の質感が高いということはですね、これは移住性が高い、つまり、あ 居住性かあ要はですねそのかなりですねその居心地がいいということが言えますですから結局ですねその満足度があかなりね高いということになっていますうん非常にいい満足度の高くね、えー、全体としてのレベルが高いなというふうに思いますはいじゃちょっとこの後ですねこの車の細かいところより一層見ていきますのでお楽しみくださいそれではどうぞはい皆さんどうもこんにちは今日はですねスバルのアウトバックですね こちらの車について見ていきたいというふうに思います。いやー、これはめちゃめちゃかっこいいですね。もう見た瞬間に、これは、あ本当に人気があってね、多くの方がね、求める内容になっているなと思いました。で、今回、このグレードはですね、2種類あります。で、何かというと、リミテッドね、ね EX と、そして X ブレークと、ね、いうことになります。 で値段が、ね、414万円から429万円ということになります。まあ、ですので価格差が、ね、ほぼないというような形になっています。プラス10万円ちょっとで内容が変わってくるということになるわけです。 で、えー、これはあ、リミテッドのね、えー、EX というモデルになります。ですので、えー、中身ですよね。中身が非常にですね、高級感がある下てになっていて、それでですね、えー、全体としての質感も非常に高いという形になっています。ちなみに、あの、X ブレーク、下のグレードですね、414万円のモデルに関してはあー、シートが黒になるということになります。で、素材に関してもポリウレタンになります。 で、えー、それ以外に関してはほとんど一緒ですね。サイドトルクに関しても300ニュートンになります。サイドビューを見ていきましょう。こんな感じです。もうね、あのー、とにかくそのテンションが上がりましたね。もう見た瞬間にめちゃめちゃかっこいいなと思いました。で、えー、メリットとしてはですね外観、つまりエクステリアの色がいろんな色があるということです。あのスバルの中でもトップクラスにね色が選ぶことができます。 であのー、この色もそうなんですけど、お非常にねかっこいいですよね、えー。ブリリアントブロンズメタリックという色ですかね、これはね。であと、オータムグリーンメタリックとか、あそ,れかそれこそですね、えー、ストームグレーメタリックとか、さまざまな色があります。2室見ていきましょう。ご覧のようにですねかなり広いです。ゴルフバッグも数個入りますし、サーフのねサーフィンのボードなんかも入るということがあー言えます。 そして、えー、ご覧のようにですね、アウトバックは、あとにかくその大きいとね、えー、いうことが言えます。あの、ホレスターと何が違うのかっていうところで言うと、ホレスターよりもプラス値段が100万円、えー、ほどですね、上がります。もちろんグレードごとによってね、えー、違うんですけど、このアウトバックは、あのー、やはりですね、えーまあ、多くの方にその愛された歴史があって、えー、そしてですね、 その力強さですよね。えー、力強さが増したと。フォレスターに関しては下のグレードが170ニュートンかな、確か170ニュートンなんですけど、この車に関しては300ニュートンと。とはいええー、フォレスターも300ニュートンのモデルがあります。スポーツと STI、えー、はね、300ニュートンです。ですから あのまあ、比較をすると、ですねあのそこまで大差はないということになります。じゃあ、何が、ね、メリットなのかというと、やはりこの内装の仕立てですよね、内装の仕立て、高級感がすごくあります、ご覧のように、ですねブラウンと黒を基軸にですね、えー、かなりかっこいいなと思わせる内容になっているのかなというふうに思います、まあ、この車は、ね、ラグジュアリー車ということで、高級感のある仕立てに仕上がっています。 そしてえ開放感もあってね、えー、この幅も非常に広いです。これ、あの本革シートのナッパレザーを採用していて、えー、タンとね、オレンジステッチに関しては、あオプションとね、ねメーカーオプションということになります。いやー、めちゃめちゃいいですよね。やっぱ私、この色が好きなんだな。そして、えー、銀メッキ、いい加色もされているということでございます。 それだけではないですなんとですねこのドリンクホルダー、私はこれ見てテンション上がりましたね、ピアノブラックと銀メッキ、やっぱこれがあるだけで高級感がより一層際立つと、そういうふうな印象を受けます、そしてですね、えー、今、これねペットボトルを入れてるんですけど、ペットボトルを入れたときに要はです、ね、あの装着するような、あそういうね、えー、内容になっていると、具体的につな内容について、ちょっと後ほど、改めて、ねえー、説明させていただきます。 で今回、この本革の素材には、ですねしなやかで、えー、自然な、あ感触な心地がいいナッパレザーを使用しているんですけど、特殊ななめし加工による質感高い仕立てによって、ゆったりと包み込めるような、あ上質な座り心地になっているということでございます。そして、えー、空間をね、上質かつ華やかに彩る単、単品のある、落ち着きのあるね、感じさせるブラックの2色を用意しているということでございます。後席から見れるステアリングは、このような形です。 あの最近のねモデル、レボーク、そしてフォレスター、あーあのすごくねかっこいいなというふうに思うんですけど、この縦型の、ね、ディスプレイになっているということでございます。で、あのこの車のメリットとしては、やはりですねその SUV としてのデザインと機能を際立たせた、あよりアクティブなモデルであるとねいうことが言えます。だかからここれもも見た瞬間にうう正直かなりこうテンンションが ましたね正直、うん、本当ポルシェの戒厳を彷彿させるようなそんなねデザインです、で松田のいいところっていうのは、松田じゃないねスバルですね、ねスバルのいいところは何かというと、おやはりですね水平対抗エンジンと新メタルクラリテ AWD、そして四輪駆動を採用していると、こういったところがメリットになります。当然、ですね水平対抗エンジンを積んでいるということで、安定感のある走りを楽しむことができるという形になっています。 うんこれは非常にいいですね。そしてサンルーフもついているというね。これで走ったらマジで気持ちいいと思いますね。それこそ箱根とか熱海とかあそういったところですよね。都内からあー気軽に行けるエリアにいい遊びに行くとかなりテンションが上がること間違いないと思います。うんまさに本当に。 夢のようなね、えー、車と言ってもいいかもしれませんね。最新の技術と装備を余すことなくね、えー、展開しているモデルになるということになります。 でえー、じゃあね、もう一回、その X ブレークと上のグレード、じゃあ何が違うのかというところであの説明すると、X ブレークは、えー、ハンズフリー機能付きの電動リアゲートが標準装備から外れて、オプション扱いになるということなんですね、でオプションは7万7000円ですで、それ以外にもアルミホイールの加工だったりとか、ドアミラーとか、ルーフアンテナのガラード処理、アルミペダル、高品質のステアリングレザー、そういったところが、メッキ加速がですね省かれるということになります。まで、あ、ですので えまあこの下のですね、えー、X ブレーキに関してはリミテッドより値段が安くなると、だからこういうところですよね、このドリンクカラダのところとかもそうですけど、まあ、とにかくその銀メッキ、あるいはこのピアノブラックがあることで高級感があると、でさっきお話ししたようにこう、こうやってね、留め具があの設置されているというところがまあ強みです、ですから、こう、外れないですよね、こぼれないと、そういったところがメリットです。 であとは、ですねあのー、リミテッドは空気抵抗が少ないクロスオーバータイプが採用されているんですね、ルーフレールに関していうと、だから車とかスキーとかスノーボードなどを気軽に搭載できるということです、一方、ですね X ブレークはよりシンプルなんですけど、ごついねラダータイプになっているということで、まあ、それぞれ良さがあるという形になります。そしてエクステリアでですすまあ、シンプルにねねかっこいいですよ、ね あのーまあ、細かいところで言うと、リミットと X プレイクではです、ね、センターのタッチディスプレイ上で操作して、雪道、そしてアクロに最適化された走行制御に切り替えエック X モードにも差別化がさせられています、X モードが作動させるとです、ね、前後にトルクを配分する油圧多板クラッチの締結力が引き上げられるんですね、えー、それだけじゃなくて、えー、その LSD の制御もより介入しやすくなると。 で走破性が最大限に高められると、こういったところが魅力になるということでございます。それだけではなく、変速あるいはスロットルも低グリップ路面に適した制御になるということでございます。で、この X モードに関して言うと、リミットではね単純なオンオフのみなのに対して、X ブレークではスノー、そしてダート、そしてタイヤが半分ですね近く埋まるような状況を想定したディープスノーマットというふうに、オフロード向けの2つが用意されているということになります。 まあ、あのとはいえ、ですね、えー、そこまでね、えー、一般道に関して言うと重要視しないという風に考える方もいらっしゃると思うので、まあ、やはりです、ね、その見た目、えー、中身こういったところも大事になるのかなという,うに思うんですけど、まあ、とにかくこの車は高級感があって非常にかっこいいいなと思いますよね当然、ですね、えー、この車細部にわたって洗練されていますし 先ほども紹介したですね、11.6インチの縦型タッチスクリーンも非常に良いということですよね。空調、ドライブモードセレクト、そして運転安全システムなどについても、上質な内容になっているということでございます。あと、こういった細かいところ、一つ一つの、ね、デザイン、そして素材、マテリアルをとってもですね、非常にいいレベルが高いなと、そういう印象を受けます。いやー、いいね。 非常に素晴らしいですでスバルの最新の ad as もフルで標準装備となるというところがまあ、魅力になりますですのでドライバーモニタリングシステムも,もちろんですね高精度の3 d チューズデータを使って渋滞時のハンズオフ運転そして車線変更アシストを実現してくれるということですね でえー、やはり、ですね一番の魅力はアイサイト x も搭載されているということです。今まではレボークのみだったんですけど、いよいよですね、えー、アイサイト x が搭載されているということですね。まあ,あの搭載されているのは日本仕様だけになりますので、えー、そのあたりはあ注意してください。という感じで,で、すねここまでいろいろな魅力について触れてきたんですけど、ま,あ、まとめると、ですね、えー、この車、レガシしアウトバックは本当にいい素晴らしい車だということでございます。 あのー、次回以降もですね、ちょっと細かくいろいろ見ていきますので、今日はまあ大まかなね、えー、この車の魅力について、えー、触れていきましたあ。具体的なそのアイサイト x の内容だったりとか、まあ、どういったところが素晴らしいのかということも含めてですね、えー、また後ほど別動画でアップしますので、えー、よければチャンネル登録と高評価を押していただけると嬉しく思います。ということでですね、えー、今日は以上になります。最後にちょっとボディサイズだけね、改めて紹介します。えー、全長が4870、全幅が1875、 全高が1670という形になりますということで、えー、ぜひ、ねえー、興味があるという方はスバルの方に足を運んでみてくださいご視聴いただきましてありがとうございました以上ですはい皆さんどうもこんにちは今日はですねスバルの新型レヴォーグについて改めて見ていきたいという風うに思っていますまあこの車の魅力だったりとかグレードごとの違いそして後半最後にねデメリットについて お伝えできればなといいう,うに思います、まあ、新型レボークといえばですね今、40代だったりとか、どちらかというと年配の方にね、えー、憧れの車ということでね見られることが多いのかなというふうに思うわけですけども、今回、ですべ、ね、ての移動を感動に変えるということをテーマに作られました。 まあ本当五感をですねうまくこう刺激してくれるなという印象が強くて、ですね、えー、全体的にかなり質感が高いなとそういう印象を受けました。まあ具体的に言うとです、ね、最新の運転の支援システムアイサイト x の搭載だったりとか GPS と高精度地図を利用することによって実用性高くドライビングアシストを展開するという形になります。まあですので 渋滞時にはです、ね、でハンズオフを可能として、さらにいざというときのです、ね、緊急停止性能も抜群だということでございます。まあ、本当にですね、このあたりの細かい部分がすごく洗練されているなと、そういう印象を受けます。で、えーまあ、いわゆるですね、その一定の条件を満たすことによって、ステアリングから手を離していればですね、自動操縦されるということになります。まあ、ただ責任はね、あくまで、その… 運転者にありますから、まあ、その辺りは、ねまあ、慎重に運転をするということですだからその最新の技術に耐えるのもいいんですけどお、まあ、やはりです、ね、注意をしながらあー運転をしていくというところが大事になるのかなというふうに思いますでこの新型レボークに関してはあの私自身です、ね、何度か乗ったことがあるんですけどとにかく、ね、音楽の音質がめちゃくちゃいいんですよあの、ね、クラシック聴いてもジャズ聴いてもお何を聴いてもすごくです、ね、あの引き込まれるというか音がいいからテンションが上がるみたいなね、えー そういう傾向があるということでございます。まあ、ですから、 まあ本当ね、あのレベルが高いなと、そういう印象を受けます。で、えー、それ以外にもです、ね、メリットっていうのがまあたくさんあって、えー、まあその走行性能っていうところが高いっていうところがやはりまあ魅力なのかなというふうに思ってます。具体的に言うと、フルインナーフレーム構造としたあスバルのグローバルプラットフォームだったりとか、あー,ツーピニオンの、ね、電動パワーステアリング、そして STI グレードっていうところが、あー電子専用ダンパーを、ねえー、使っているということで、まあ、全体としての質感が 高いといいととうことでございます路面からの入力をですね見事にいなしながら的確なステアリングインフォメーションを生み出して上質にワインディングを駆け抜けていくというところがね、まあ、魅力になるのかなという,ふうに思います1.8リッターターボは、まあ、正直めちゃくちゃパワフルかというと、まあ、そこまでではないんですけどただまあ普通にねあの普段使いする上ではあ全然ね満足度の高い商品になっているのかなという,ふうに思います、まあ、あとは何度もお伝えしているようにですねいわゆるその STI モード SCI、ね、モデルを選択するとドライブモードセレクトというのができましてコンフォート、ノーマル、スポーツ、スポーツプラス、インディビジュアルととにかくですね、その5つの モードから設定できると、選ぶことができるというところが、まあ、魅力になるということでございます。まあ、本当ね、あの雪、道のワインディングだったりとか、その至る所が洗練されていて、すごいね、レベルが高いなという印象を受けます、さらにシンメトラクル AWD と全ソあのギミックはですね、えー、すごいあの頼もしくて、えー、雪深いです、ね、路面であろうが、凍結路であろうが、進めずにいい加速をしていくと、こういったところが、まあ、メリットになるのかなというふうに思います。 まあね、このレボークに関しては本当あの、一つ一つが洗練されてるし、もう、なんていうんですかね、まさにあの今持っているその技術ですよね、スバルが持っている技術を惜しみなく提供してきたなと、そういうふうに思います。まあ、ですから、あこれはね、やっぱ売れて当然だなというふうに思います。ちなみに、最近ね、s t i のスポーツ R っていうのもね、発売されました、REX ってやつですね。これもめちゃめちゃいいですよ。あの本当かっこいいし、まあ、何がいいかって、あのとにかくその、 担当した開発人も日本国内のフラッグシップモデルのつもりで作ったというぐらいですねあの本気で。 作っているということでございますから、そういったところもね、あのスバルのその意気込みだったりとか本気度っていうところが伝わってくるのかなというふうに思います。まあ、スバルといえばね、グローバルの価値観で評価できる王道の車作りが定番になっているわけですけど、まあその中でもこのレヴォーグというのはですね、かなり質感が高いということが言えます。ちなみにショックアブソーバーも今はですね、ZF かモンローがま頭一つね、抜けているのかなというふうに思うんですけど、あの日本では一般的にですね、ブリゼン 視点シュインが有名なんですけど、まあ、どちらかというと,お、まあ、ほんとここ数年のです、ね、部品メーカーの淘汰というところがすごいあって、まあ、有志年次元も同業他社の間でどんどん移籍しているということらしいです、まあ、ですからまあ何を言いたいのかというとです、ねまあ、そのかなりこのレボークを作る上えで試行錯誤があったということそして質感もめちゃくちゃ高いということこれらがですねその で僕の良さに磨きをかけているのかなというふうに思いますちなみに今中古でですね価格が出てるのが車例総額で言うと427万円とかで出てますねこれステアスポーツ EXi サイト11.6インチの全製ナビということでシートヒーターとかパーシートなんかも付いているということですまあ、まだね発売されてあの年数が浅いですからまあこれはね まだそんな金額なのかなというふうに思います。まあ、ですから、もしね、もうちょっと安く買いたいとか、そういうことであれば、あと3年ぐらいね、待つというのも手だと思います。まあ、いずれにしても、このレヴォークというのはねあの、すごくいい車ですし、質感がめちゃくちゃ高いから、あのかなりね、レベルが高いです。まあ、ですので、本当に、ね、あの多くの方があ期待する、むしろ期待する数字以上の質感、レベルになっているのかなと、そういうふうにね、えー、思う次第でございます。はい。 ということでね、ちょっと続きはあ、詳しくこれから見ていきます。それでは、どうぞ。 はい。皆さんどうもこんにちは。今日はですね、スバルの人気車種、新型レボークについて改めて見ていきたいというふうに思います。こちらの車はですね、かなり人気のモデルでございまして、私もね、何度か乗ったんですけど、想像以上にですね、かっこよくて、それでいて、スタイリッシュでエレガントで、まさにですね、いいところを凝縮したね、そんな一台になっているのかなというふうに思います。で、このレボークはですね、いろいろ特徴があるんですけど、まずですね、やはりデザインが印象的ということ。 言えますエッジの利いたデザインで、えー、そして、ですね、まさに最先端の技術を余すことなく使っていると言っても過言ではありません、えー。この車はですね、アイサイト x を搭載していて、スバルフォレスターとかには搭載されていないですね、えー、新しいその安全支援の結晶を使っているということでございます。 でねサイズは全長がですね仙台に比べて65ミ、mm、リ増えて4755になりました。まあ、しかし、国内ユーザーのですね使用環境に配慮して、全幅は1795にしたと、全高は1500ということになっています。ホイールベースが2670ということになりまして、仙台モデル比で10ミ、mm、リだけアップしました。まあ、さらに延長分はキャビンの空間的なにったりに生かされているという形になります。 まあですから相当ですね、えー、エクステリアデザインがかっこいいし洗練されてるし、まあ、それでいてですねロー,アンドーワイドなね、えー、感じが強まっているんですけどおどちらかというとでかく重くなったでしょみたいなそういうね、えー、テイストがないというのが強みだということでございますあのー、日本のユーザーのためにね何としても全幅を 1.8メートルを超えたくなかったというふうに言っているぐらいですね、サイズにこだわっているということでございます。初代レボークと同様に4代目レガシーあたりの、ね、サイズ感を守りたかったということでございます。あとは何といってもね、高い操作性です。操縦性、安定性、こういったところですね。 まず、運転席に座るとデジタルコックピットと呼ばれる大きなモニター類が、まあ、従来の、ねえー、素晴らしらしからぬ今どきっぽさを感じた一方で視界とかいわゆるその着座環境の良さによって、えー、より一層、ね、運転のしやすさというところが 出てるなといいう,うに思いますでこの新型レボークに関しては、まあ、とにかく魅力がたくさんあるんですけどお、やはりですね、音がいいっていうところが魅力の一つです。音がいいっていうのは音楽ですね。あの私もこの車でドライブをしたときに EDM をねちょっと試しに流してみたんですよ。そしたら、めちゃくちゃ音がよくて、かなりね、テンションが上がりました。ここまであのテンションが上がる車って、やっぱなかなかないなと思いますし、まあ、それでいてですね、その、 さまざまなところがあー五感を、ね、刺激してくれるんですよね。その運転しているときの,の音の出し方とかその感覚ですよね、すべてが素晴らしいと、ね、いうところ、それが魅力になるのかなというふうに思います。で えー、今回ですね、まあ、いわゆるそのレボークというところで言うと、まあ、やはりですね、STI スポーツグレードがあーいいのかなというふうに思っていて、ドライブモードでね、スポーツプラスを選ぶとかなりいい下級の立ち上がり方っていうのがあ機敏なんですよ。それでいて、まあ、他のグレードと同じパワートレインとは思えないですね、別物感があると。こういったところがまあ魅力になるのかなというふうに思います。まあ、スバルね、えー デボークは、まあ、その運転しているときの操舵感というのはもちろん高いんですけど、あの STI スポーツになるとインディビディアルって言ってサスペンションとか、まあ、はその足回りの設定を自分で選ぶことができるっていうのも特徴でございます。まあ、そういったところがねあるからこそ、まあ、多くの方にまあ、その愛用されているのかなというふうに思っていて、えー、結局ですね、そのまあ より一層ですね、えー、まあ魅力が増しているのかなというふうに思います。まあレボークはね、本当に私個人的にもすごいいいなと思いますし、まあ、スバルが結構ね、やっぱ私は好きですよ。というのも、いわゆるスバルって全部水平対抗エンジンを積んでいたりとかですね、えー、あるいは、えー、 シーメンカー AWD とかをね、搭載していたりするので、安定感がすごいんですよ。まあ、とにかく、その安全に、いい快適に、そして楽しくっていうところが、まあ、やはりいいテーマになりますから、そういったところをですね、あの、大事にしていると、ね、いうことになります。まあ、スバルは本当に、あの、何度も言うように素晴らしい車だし、もうまさにね、あの、本当、 人々が求めるものをすべて、ね、凝縮したと言ってもいいかもしれないですね。特に車好きであれば、まあ、あ否定的な目で見られがちな CVT、リニアトロニック CVT も大幅な、ね、写真を受けたと。で、列車幅が広がってダイレクト感を増しているというところが特徴になるということでございます。 まあ、昔ながらのですね、大パワー感がー非常にね、えー、いいというのもわかるんですけど、ただ、このレボークにはレボークの良さがあるということですね。まあ、ですから、結局のところですね、まあ、そのトータルで見たときにどうなのかっていうところで言うと、おまあ、このレボークはかなり魅力があるわけですよね。でそんな中で、えーまあ、いわゆるですね、えー、その細部にあたって洗練されたあ良さ、 あといいう,うに思います、はい、あとはね、この車はあのー、いわゆるその上のグレードになると内装もね黒赤になったりとかホンガーシートの採用とかもあるのでやはりですね上のグレードがいいのかなというふうに思いますこれ私が常々から何度も言ってますけど車に関しては特に値段が安いね300万以下の車に関して言うと 当然ですね、えー、やっぱり一番上のグレードの方がいいなというふうに思います。まあ、ですからそういったところをですね、いろいろ比較してね、えー、判断されるのがいいのかなというふうに思います。はい。ということでですね、今日はあいわゆる新型レボークについて見ていきました。まあ、今後もですね、あのー、様々なあ視点で、えー、いろいろですね、見ていければなというふうに思っていますので、もしよければですね、えー 次回以降もこのような形でですね、えー、動画を投稿していますので遊びに来ていただければ嬉しく思います。はい。ということで、まあ、今日の、ねえー、動画を見て面白かったとか勉強になったということであればぜひねチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると 嬉しく思います。ということでね、えー、今日は以上になります。いつもね、ご視聴いただきましてありがとうございます。あのー、引き続きですね、このような形でレボークに限らずさまざまな動画をお,お届けしていきますので、また遊びに来てください。それではまた。 ははい皆さんんどうもこんにちは今日はですねスバルの新型レボークのですねメリットデメリットについてお伝えできればなという,ふうに思います、まあ、この車はです、ね、私も何度か乗ったことがあって、まあ、とにかくですね、えー、新しい近未来的な要素をたくさんですね取り入れているということがあります例えばですね大型のインフォテイメントシステムだったりとかあとはですね、えー、まあ あいわゆるアイサイト x の搭載だったりとか、まあ、そういったところがあるということでございます。で、今回、ですねこのレボークがー今、かなり、ねえー、売れているということで、まあ、そもそもどんな車なのかということなんですけど、おこれはですね、えー、今、車の、 車好きの中でですね、最も売れているうちの一つだと言っても過言ではありませんもともとレガシーのツーリングワゴンの後継に位置づけられるミドルサイズのワゴンになるんですねで2020年の10月に2代目の現行型へフルモデルチェンジされましたで、エンジンは水平対向の4気筒、1.8リッターボで全車ね4輪駆動のシステムを搭載しているということでございますここで水平対向エンジンというのはいわゆるですねスバルの車全部がねそうだということでございます さらに四輪駆動というのもそうです。スバルは とにかくその自分の、ね、独自の道を行くといいますか、まあ、そういったところを意識しているということなんですね。でこれに関しては、今現状、ですね、えー、ポルシェとスバルのみなんですよ。まあ、ですから、車に対しての強いそのこだわりだったりとか、走行性能に対する思いっていうのは、あやはり、ね、スバル独特のものがあるのかなというふうに思います。まあ、さらにね、ね、えー、いわゆる新メタルカード AWD だったりとか、そういったところもついていると、あとスバルグローバルプラットフォームとか、まあ、そういったものを採用することも とことによっって、えー、走行の安定性だったりとか運転している時のコントロールビリティというのを大きくですね、えーまあ、その底上げしているということになります。でやはりですね人気を得ている一番の理由は何かというと走りの良さというところになります、まあ。ステアリングの操作に対して忠実にね、えー、車が動くということもそうだし、えー、運転の感覚というのが、まあ 上質で滑らかなんですよね。まあですので一体感というのも味わうことができるというのもメリットになるということでございます。まあ、特にですね、下り坂のカーブで危険を避けるような時でも車両の挙動がですね、乱れにくく、かつですね、スポーティーで楽しい走りと安心感を両立させたということでございます。それでいてボディ剛性が非常に高くてですね、足回りが滑らかというところも乗り心地の向上に寄与しているということでございます。で、 サイズで言うと、ね、全長が4755、全幅1795ということになりますから、あ非常にです、ね、混雑した街中でもですね、運転しにくいというのは感じることはありません。むしろ小回りが利くと。一方、ですね、車内は広く、ですね、前後席ともに移住性はかなり良いということです。インパネとかもね、上質に作り込みがなされていますし、全体的に質感がすごく高いというのがポイントでございます。 まあ、さらにですね、まあ、衝突軽減ブレーキも進化して、右左折するときでもです、ね、直進の直進車だったりとか歩行者に、ね、対応してくれるということがあります。まあ、さらにね、先ほどもお伝えしたように iSightX を搭載しているということでございまして、この iSightX というのは今現状はですね、あのレボーク。 にに、えー、搭載されてていいるとううよなな形になりまして、えー、フォレスター特には搭載されていないと。とフォレスターは i s、ね、イ g h t x じゃなくてアイサイトが搭載されているというような形になります。まあ、さらに自動車専用道路における渋滞時、この時速0から50キロですねではアクセルとブレーキに加えてステアリングも、ね、制御されると。まあ、つまり、まあああのー、あくまで自己責任になりますけど、手放し運転もできますよっていう話です。はい また、ですね、えー、現行レボークは国内向けのワゴンとしてですね、開発されました。まあ、ですので、ボディサイズから運転感覚、内装の作り、安全装備といったところまで全てが日本のユーザーにとって馴染みやすくて高い人気を得ているというのが特徴になります。 まあそれ以外にもですね、えー、気になるポイントがいくつかあって、まあ、あのやはりですね、えーまあ、メリットとしては、移住空間の広さと座り心地というところがあります。ただ、座り心地については、まあ、これよりも上はあ正直あります。まあ、ですから、まあ、100点満点中、満点かといったらそうではないと。まあ、ただ7割ぐらいかなと。7割、8割ぐらいかな。まあ、8割いってないかな、75%ぐらいかなという感じです。はい 一方、このスバルレボークの強みだったりとかメリットは何なのかというところでいうと、やはりですねその加速力だったりとかカーブを曲がる時の安定感というところがあります。えー、ちなみに、ですね、えー、この車は峠の道でもですね適当によく曲がってくれて旋回機能が非常に高いとで。後輪の設置性も優れているので、高い安定性も魅力的だということになります。そして、ですねこの車、いわゆるその STA スポーツになると、ですね えーまあ、いわゆるそのインディビデュアルといってサスペンションからでさまざまなその足回りですよ、ね、の選択というのをすることができますですから力強い走りをしたいのかあるいはです、ねえー、ゆったりと滑らかな走りをしたいのかその好みに応じてですね、まあ、自分の,その好きな、ね、取り回しの仕方っていうのを選択することが でできるとといいうことでございますで燃費はというと、ですねあまり良くないです。あの燃費はですね、えー、いわゆるその WRTC モードに関しては1 3キロというふうに言われています。まあ、ですから、動力性能が高いというところがまあメリットだけど、燃費が悪いというのは若干デメリットかもしれないです。まあ、とは言ってもね、ね、まあ、もっと燃費が悪い車というのはあります。リッター5キロとかね。まあ、ただ、このセダンというタイプの、タイプねまあ、いわゆるその通常の国産車で、まあ、そのここまでの燃費というところでいうと、まあ、そんな良くないのかなという,ふうに思います。はい あとはね、安全装備の充実度でいうと、めちゃくちゃ高いです。これはね、さっき言った i s i x が搭載されてますよということと、あと、衝突軽減ブレーキっていうのもありまして、これ、歩行者保護エアバッグも備えているというところです。ですから、まあ、本当ね、えー、事故を起こしてしまっても、まあ、その大きな事故につながるリスクは低いと。ただまああの、やはりあくまで事故責任ですから、なるべく事故を起こさないようにするということが大前提になります。はい。まあね、あのー、結局のところですね、 あのー、この冷房クはですね、まあ、そのメリット、デメリットが、まあ、たくさんある中でじゃあ何に、ね、気をつけた方がいいのかと私が個人的に考えているのが大きく2つあってですねまず1つが仙台型の2リッターターボに慣れていると現行型の1.8リッターターボは少しパワー不足になると思いますからもし、ね、選択するんだったら、あのー、2.4リッター選べばいいと思います。じじゃなな、ね、ないなといいととそのでう風に感じる ケースもあるのかなというふうに思います。 一方ですね、アイサイト x 装着差は価格が最も安い GTEX でも348万7000円になりますから、まああのー、高いといえばやっぱ高いですよですから、あのー、もうちょっと、ね、プラス100万とか出したらもう本当いわゆる高級車とかも買える値段の価格帯になってきますので、うんあのー、高いですただやっぱ、ね、そのアイサイト x とがついているということによるそのメリットっていうのも恩恵もやっぱり測り知れない部分があるので、まあ、その辺りが いいい比較してみるといいと思います。ちなみにワゴンあレボークはです、ね、ワゴンなので荷室の使い勝手がいいんですけど、まあ、やはりです、ね、ミニバンに比べたら狭いというのがあります、まあ、後方が見えないほど、ね、荷物を積まない限り、まあ、積載容量はセダンと同程度になる,なるわけですね、まあ、ですので実用性に配慮したものの基本的なメリットは低重心による走行安定性と快適な乗り心地になるということになります、まあ、ですので上質な走りを楽しみたいユーザーには本当ぴったりなのかなというふうに思います あのそれこそね、鉱石がある程度広いので、えー、4名乗車しても申し分ないと。家族を、家族でどっか行くっていう時にもいいのかなと思います。はいまあ、さらにね、えーまあ、いわゆるそのスバルはさっきもお伝えしたように、いわゆる全車ね、四輪駆動を備えていますから、雪道を、ね、走る機会の多いユーザーも安心だと、ね、いうことでございます。 で、えっ、ー、と、私がですね、ちょっとここで、えー、今ね、最近感じてることについて最後お伝えしたいんですけど、まあこれ、車選びとか、時計選びとか、家選び、これ全部に共通していることなんですけど、まずですね、あの、選択をするときに、やっぱ自分がワクワクするかどうかっていうところがすごい大事で、あの、しかも、 あのこれ、ちょっと大事なのがあの、将来の自分もワクワクしているかっていうところをイメージすることが大事なんですよ。今ワクワクするのは、これはですね、当たり前なんですよ。で僕に限らず、じゃ新車とかね、いろいろ見に行った、新しい車見てい行った、人ってやっぱその新しいものを見たときにドーパミンバーって出て、うわ、楽しいと思うわけですよね。その時に、その、なんていうのかな、えー、こう、いいなと、ね、自分が思うのは一時的かもしれないと。 例えばじゃあ半年後にもしかしたら飽きるかもしれないとそういったことを踏まえてですね、なんかやっぱできるだけいいものを買った方がいいのかなという,ふうに思いますだからグレードで言うと一番上とかね、うん、自分がなんかちょっとダメだな物足りないなと要は自分がそういういに認知しているものを乗るっていうことはやっぱ自分のモチベーションも下がりますモチベーション下がるってことってやっぱ仕事ののね、あの モチベーションが下がるとか、そういう話だけじゃないんですよ。要は疲労感もたまりやすいと言われているんです。なんでかというと、自分がワクワクしないもの、つまんないなと思っているものはあ、それに対する時間を、ね、自分があ費やしているということは、それはですね、あのよりそう疲れがたまりやすいというふうに言われています。まあ、ですから、自分が楽しいとか、ワクワクするとか、持ってやりたいとそういうふうになんかポジティブなあ感情になれるもので、それは自分自身が一番よくわかっている。 のでえー、自分がどういったところにそのワクワクを感じるのか例えばじゃあレボークで言ったら音が、ね、めちゃくちゃ音楽の時に音がめちゃくちゃいいってことがいいのかあるいはエクステリアがめちゃくちゃ、ね、自分の好みであのすごくいいのかあるいはねそのスバルっていうその独自性の走りがキビキビしていてすごくいいとインディビディアルですかスポーティーでねそのキビキビした走りもできるし、えー、一方ですねそのどちらかというと あのゆったりとしたね上質な走りも楽しむことができるとだからまあ両方のいいとこ取りができるわけですけど結局ですねまあ、私が思うにあのー、これ本当買い物の時とかもそうなんですけどそのやっぱね自分がワクワクしないとダメだと思いますよであとその 自分が持っている所有物に対する愛着ってやっぱあの結構変化していくんですよね。買った時にはめちゃくちゃ好きだったけれども、は半年買ってから、1年買ってから、あちょっとなんかやっぱいらないなとか、まあ、そういう経験皆さんもあると思います。まあ、ですので、まあ、自分がやっぱいいなと、素晴らしいなと思うということもそうだし、逆にですね自分がもうダメだと、ね。この車はもうボロボロだし、とか自分の、ね、もうタイプに合わないし、自分が要はその収入が上がったりとか、あるいはです、ね、その人間力が上がったりとか、いろいろ経験することによって、見えてくる世界観が変わって、これちょっと違う。 なと思ったらすすぐにバイクした方がです服もそうですね、なんか、ヨレヨレのままね、あのー、もうボロボロだよって分かってる状態で着ると、自分もね、モチベーションも下がりますね。ですから、そういう風にならないようにですね、あのー、常に自分があー大好きであるっていうね、ものとか、あの人とか、まあ、そういった環境に、えー 囲まれるようにね努力するということがそういう姿勢がね大事なのかなと思います。はいということで今日は以上です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。よければチャンネル登録高評価お願いいたします。はいそれではまた。あるフォレスター S T I スポーツですね。こちらの車について見ていきたいというふうに思います。 まずこちらお値段が363万円ということになっています。外装がですね、4色のみ選ぶことができるということになりますので、人によってはちょっと欲しい色がないというふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。最大トルクはスポーツとしての300ニュートンです。じゃあ何がですね、この STI スポーツっていうのが素晴らしいのかということについてね、触れていきたいんですけど、 おそもそもですねこの STI スポーツっていうのはモータースポーツを投じて、えー、スバルの走りを磨き続けている STI がですねで歴戦で培った知見と技術を注ぎ SUV の走りを 深めたモデルだとといいうここになっていますこれどういうことかというとですね力強くしなやかに路面を捉える STI チューニングダンパーをはじめホレスターが本来持つスポーティーな走りをです、ね、100分の1秒単位で磨き上げたとそのため意のままのハンドリングと滑らかで質感高い乗り心地が実現されているということになりますご覧のように STI って書いてあってこれはですねスポーツモデルよりも値段がですね高いという形になっています で内装に関してもですね、まあ、上質な仕立てになっていて、ご覧のように黒と赤をね、主に使っていて、ドアトリム周辺見ても、質感が高いと、ね、いうことが随所にうかがれます。えー、これ、色でいうと、ブラックボルドーという色になっていて、えー、上質な空間になっていますよね。えー、滑らかな触り心地、そしてこ心地よさをもたらすナッ,パレナッパレザーを採用しているということになります。 ただ気になったのはドリンクホルダーの部分です。これ、あのレガシーのアウトバックになるとピアノブラック、そして銀メッキで加速されているんですけど、この車に関しては、ちょっとね、えーまあその、安く抑えられている部分もあるのが否めないというのが正直な感想です。で後席の広さに関しては申し分ないです。むしろ、ね、非常にに広くて良いいいのかなとそういう,ふうに思います。 でご覧のようにレジスター周りもですね、えー、残念ながら銀メッキはされていませんまあただ、あのー、それをね求める人もそんなに多くないのかなと思います私はどちらかというと、あのー、細かいところちょっと気になってしまうんですけど、まあ、普通に利用する分に関して言うと全然問題ないというふうに思います 非常にかっこいいよね。あの、もともとホレスターって1997年に初代が誕生したんですね。で、えー、まあ、いわゆるその1980年代の、レオーネからツーリングワゴンという価値で時代を築き、築いてきたっていう背景があって、まあ、それだけそのホレスターは歴史的な重みというのがあるんですけど、お実際に本格的に SUV の価値を提供したのは2002年のですね、2代目のホレスターからと言ってもいいかもしれません。 そして2007年の3代目から大きく進化して人気も高まったと。そういう背景があるわけですね。まあ、私個人的にもこのフォレスターは本当に並々ならぬその思い入れがあって、まあ、実際私もですね、今年の2月にこのフォレスターを運転していてですね、雪道だったんですけど、もう全くですね、スリップすることなく安定した走りをすることができました。まあ、だからこのフォレスターに対するその走破性の良さ、機能性の良さっていうのは本当にあの強くて、ご覧のように2室が広いのは当然ながら、 あー全体としてのですね、その質感っていうのは非常に高いと、そういうことが言えるのかなというふうに思います。で、えー、このようにですね、その、ペットボトルを持っていて、要はその片手が蓋がってる状態でもね、スムーズに扉が開くっていうところが非常に良くて、えー、それからですね、えー、ご覧のように、こうやって置いた時にね、えー、きちんとそのこぼれないとか、そういうところもチェックするために、また私はあのドリンクをね、毎回持ってるんですけど、あのー、 思うこととしてはですね、このフォレスターは全体の質感が非常にいいです。とはいえ、えー、その見た目よりもやっぱりその相波性ですよね。あのスバルの SGP、いわゆるスバルグローバルプラットフォームっていうものだったりとか、四輪駆動ですよね。そして、新、えー、メタルカリー AWD とか、こういうところが備わっているのが魅力です。 はい。そして、これで、えー、選ぶことができます。スノーモード、マットモード、ノーマルモードと。このね、スノーモードが非常にありがたい。本当に助かるですよ、これ。あのね、私がさっきも言ったように、その、雪道を走っている時に、雪道ってめちゃくちゃ滑るんですよ。スリップするんですよ。通常のタイヤだと、もう、なんていうのかな、足が取られ、取られてしまって、要はね、その、ブレーキを踏んでるんですけども、ズルズルズルって下がったりするんですね。で、本当に危ないなと思って。だから、 まあ何を言いたいのかっていうとおこういうふうなその機能としてですね、えー、ちゃんとその雪の時に対応してくれる機能がついてくれるっていうのは非常にありがたいなと思いますねだからもうあの私が以前乗っていたのがベンツ CLA のガトーチモデルのね2013年式モデルに乗ってたんですけどあの 軽井沢に行った時に雪道通れませんって言われたんですよ。スタッドレスタイヤを履いてるか、こういう風にちゃんと雪のね、えー、時に対応してくれるタイヤじゃないと危ないですっていうことで、あの、滝を見に行きたかったんですけど、そこに行けなかったんですよね。まあ、だから何を言いたいのかっていうと、こういう風に、その、雪のね、機能がついてるっていうのは、これからの時期に本当に重宝します。あと台風の時とか、どうしてもこう出かけないといけない時、たまにあるじゃないですか。で、そういう時に、 やっぱりね、安定した走りを楽しむことができるそして、えー、安全で目的地にたどり着くことができるというのは非常にですね、いいのかなと思いますいやーシフトレバー周りそして、えー、このセンターコンソール付近のレイアウトの質感も非常に高いですしさすがだなと思いますよねうんやっぱここを。 これ,これぐらいのそのクオリティをやっぱ出すスバルは本当にすごいなと思いますいやーかっこいいねこう私結構ハンドルステアリングが好きかもしれないですね見てるだけでこう心が落ち着くというかこのスバルマークもね、えー、キラキラキラーっていうねかっこいいですよねいやー非常にいいです でドアトリムもお見事なデザインになっていてやっぱ全体的にそのまとまり感がある仕上げになっているのかなというふうに思いますですからこうパッと見た時にシンプルにかっこいいなと思うだけじゃなくてあこれはマジで欲しいなと思わせてくれるそういうね、えー、デザインになっているのかなと思います非常にいいです優雅さと上質さがあミックスされたね えそんなデザインになっているのかなと思います。そしてドリンクホルダーの部分はこういうふうになっています。まあ、このあたりについては決して高級感があるとは言えないんですけど、まあ、あの全体的に満足する内容になっているのかなというふうに思います。あとメリットとしては、ホレスターはリセールバリューが非常にいいんですよ。これだから363万で買って、まあ、乗り出し価格で言うとおそらくまあ400万円ぐらいですね。400万ちょっと。で 2年乗って3年乗って売りたいってなってもお300万円ぐらいまあ250後半250から300万円ぐらいで売れるかなっていうそういう感じですうんだからかなりリセールバリュー上ですまあでも私個人的には1回買ったらすごい大事にしてですね5年とか10年とか乗ってええー、欲しいなと思いますねうんでそのためにはやっぱ選定が大事で、あのー、自分が欲しいなと思う車をきちんと選ぶ その選択を間違えないっていうことが大事で、選択を間違えてしまうと、要はその一回車を売却しないといけない。売却するってことは、一回そこで、まあ要はその損を受け入れるっていう話になるので、まあそういった意味でもですね、できれば、その一回買ったらね、大事にした方がいいのかなというふうに思います。はい。ということで、ここまでですね、そのスバル・フォレスタ・ー STI スポーツの魅力について見ていきました。あの結局、この車は、あの非常にですね、高級感があって、 そして、走りもね、300ニュートンということです。下のアドバンスとか、そういうグレードとかだと、100、あの200ニュートン出ないですよ。100、いくつだっけな、170とか、それぐらいなんですよね、トルクがね。だから、全然物足りないと思うので、やっぱり買うんだったら、スポーツか、STI スポーツです。ただ、中身ですよね。中身が、かっこいい方が、えらい、いいということであれば、あのー、ま、あ全然アドバンスでもいいと思うんですけど、走りいいですよね。だから、レクサスでいう、バージョン N じゃなくて、F スポーツが、この、お スポーツあるいは STI スポーツと、ね、いう形になります。うん、非常にいいですよね。ただやっぱちょっと気になるのが、これシートのやっぱりその素材ですよね。なんかこう、まあ、ある意味、これはまあ、乗っていけばその馴染んでいくと思うんですけど、要はシワがちょっと気になっちゃうんですよ。だからこれはね、まあその今後、その、まあ、どんどん増えていくと思うので、まあでもそれがいい味っちゃいい味なんでね、まあそれは賛否両論あると思います。はい。 ということで今日はスバルのフォレスター STI スポーツ。こちらの車について見ていきました。今日の動画が面白かったということであればですね、ぜひチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しく思います。ということで以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。以上です。 ののアウトバックですねこちらの車について見て見いいいいいきたいという,ふうに思いますいやー、これはめちゃめちゃかっこいいですね。もう見た瞬間に、これは、あ本当に人気があってね、多くの方がね、求める内容になっているなと思いました。で、今回、このグレードはですね、2種類あります。で、何かというと、リミテッド。 ね。そして、X ブレイクと、ね、い、え、う、ー、ことになります。で、値段がですね、414万円から429万円ということになります。まあ、ですので、価格差がね、ほぼないというような形になっています。えー、プラス10万円ちょっとでしょうね。10万円ちょっとで、えー、まあ、その内容が変わってくるということになるわけです。で、 えー、これはあ、リミテッドの、ねえー、EX というモデルになります。ですので、えー、中身ですよね。中身が非常にですね、えー、高級感がある下てになっていて、それでですね、えー、全体としての質感も非常に高いという形になっています。ちなみに、あの、X ブレイク、下のグレードですね、414万円のモデルに関してはあー、シートが黒になるということになります。で、素材に関してもポリウレタンになります。で、えー、それ以外に、 関してはほとんど一緒ですねサイドトトルクにに関しても300ニューンなりますサイドビューを見ていきましょう。こんな感じです。もうね、あの、とにかく、その、テンションが上がりましたね。もう見た瞬間にめちゃめちゃかっこいいなと思いました。で、えー、メリットとしてはですね、外観、つまりエクステリアの色が、いろんな色があるということです。あの、スバルの中でもトップクラスにね、色が選ぶことができます。 で、あのー、この色もそうなんですけど、お非常にねかっこいいですよね、えー。ブリリアントブロンズメタリックという色ですかね、これはね。で、あと、オータムグリーンメタリックとか、あそ,れかそれこそですね、えー、ストームグレーメタリックとか、さまざまな色があります。で、2室見ていきましょう。ご覧のようにですね、かなり広いです。ゴルフバッグも数個入りますし、サーフのね、サーフィンのボードなんかも入るということがあー言えます。 そしてご覧のようにですね、アウトバックは、あとにかくその大きいとね、えー、いうことが言います。あの、フォレスターと何が違うのかっていうところで言うと、フォレスターよりもプラス値段が100万円、えー、ほどですね、上がります。もちろんグレードごとによってね、えー、違うんですけど、このアウトバックは、あのー、やはりですね、えーまあ、多くの方にその、愛された歴史があって、えー、そしてですね、 その力強さですよね。えー、力強さが増したと。フォレスターに関しては下のグレードが170ニュートンかな確か170ニュートンなんですけど、この車に関しては300ニュートンと。とはいええー、フォレスターも300ニュートンのモデルがあります。スポーツと,、S えー、とスポーツ STI はね、300ニュートンです。ですから、 あのまあ、比較をすると、ですね、あのー、そこまで大差はないということになります。じゃあ、何が、ね、メリットなのかというと、やはりこの内装の仕立てですよね、内装の仕立て、高級感がすごくあります、ご覧のように、ですねブラウンと黒を基軸にですね、えー、かなりかっこいいなと思わせる内容になっているのかなというふうに思います、まあ、この車はねラグジュアリー車ということで、高級感のある仕立てに仕上がっています。 そして、えー、開放感もあってね、えー、この幅も非常に広いです。これ、あの、本革シートのナッパレザーを採用していて、えー、タンとね、オレンジステッチに関しては、あオプションとね、ねメーカーオプションということになります。いやー、めちゃめちゃいいですよね。やっぱ私、この色が好きなんだな。そして、えー、銀メッキ、いい加飾もされているということでございます。 それだけではないです。なんとですね、このドリンクホルダー。私はこれ見てテンション上がりましたね。ピアノブラックと銀メッキ。やっぱこれがあるだけで高級感がより一層際立つと、そういうふうな印象を受けます。そしてですね、えー、今これね、ペットボトルを入れてるんですけど、ペットボトルを入れたときに、要はですね、あの装着するような、あそういうね、えー、内容になっていると。具体的につな内容についてちょっと後ほど改めて、ねえー、説明させていただきます。 で、今回、この本川の素材にはですね、しなやかで、えー、自然な、あ感触な心地がいいナッパレザーを使用しているんですけど、特殊な,なめし加工による質感高い仕立てによって、ゆったりと包み込めるような、あ上質な座り心地になっているということでございます。そして、えー、空間をね、上質かつ華やかに彩る単品のある、落ち着きのあるね、感じさせるブラックの2色を用意しているということでございます。 後席から見れるステアリングはこののような形ですあの最近のねモデル、レボーク、そしてフォレスター、あ,ーあのすごくねかっこいいなという,ふうに思うんですけど、この縦型のデ、ね、ィスプレイになっているということでございます。であのこの車のメリットとしては、やはりですねその SUV としてのデザインと機能を際立たせた、よりアクティブなモデルであるとねいうことが言えます。 だからこれも見た瞬間にもう正直かなりこうテンション上がりましたね、正直、うん本当ポルシェの海洋を彷彿させるようなそんなねデザインです。スバルのいいところは何かというとおやはりですね水平対抗エンジンと新メタルカット AWD そして四輪駆動を採用しているとこういったところがメリットになります当然ですね水平対抗エンジンを積んでいるということで安定感のある走りを楽しむことができるという形になっています。 うんこれは非常にいいですね。そしてサンルーフもついているというね。これで走ったらマジで気持ちいいと思いますね。それこそ箱根とか熱海とか、あそういったところですよね。都内からあ気軽に行けるエリアにいい遊びに行くとかなりテンションが上がること間違いないと思います。うんまさに本当に 夢のようなね、えー、車と言ってもいいかもしれませんね。最新の技術と装備を余すことなくね、えー、展開しているモデルになるということになります。 その X ブレークと上のグレード、じゃ何が違うのかっていうところであの説明すると、エクスブレークは、ハンズフリー機能付きの電動リアゲートが標準装備から外れてオプション扱いになるということなんですね。オプションは7万7000円です。それ以外にもアルミホイールの加工だったりとか、ドアミラーとか、ルーフアンテナのガラード処理、アルミペダル、高品質のステアリングレザー、そういったところが、メッキ加速がですね省かれるということになります。だからこういうところですよね。 銀メッキあるいはこのピアノブラックがあることで高級感があるとでさっきお話ししたようにこうや,こうやってねの留め具があの設置されているというところが、まあ、強みですですからこう外れないですよねこぼれないとそういったところがメリットです。 で、あとはですね、あのー、リミテッドは空気抵抗が少ないクロスオーバータイプが採用されているんですね、ルーフレールに関して言うと。一方ですね、X ブレイクはよりシンプルなんですけど、ごついね、えー、ラダータイプになっているということで、まあ、それぞれ良さがあるという形になります。そして、エクステリアです。まあ、シンプルにね、かっこいいですよね。 あのー、まあ、細かいところで言うと、リミットと X プレイクではですね、センターのタッチディスプレイ上で操作して、雪道、そしてアクロに最適化された走行制御に切り替えですね、X モードにも差別化がさせられています。X モードが作動させるとですね、前後にトルクを配分する油圧タバンクラッチの締結力が引き上げられるんですね。えー、それだけじゃなくて、えー、その LSD の制御もより介入しやすくなると。 で、走破性が最大限に高められると、こういったところが魅力になるということでございます。それだけではなく、変則、あるいはスロットルも低グリップ路面に適した制御になるということでございます。で、この X モードに関して言うと、リミットではね単純なオンオフのみなのに対して、X ブレークではスノー、そしてダート、そしてタイヤが半分ですね近く埋まるような状況を想定したディープスノーマットというふうに、オフロード向けの2つが用意されているということになります。 まあ、あの、とはいえですね、えー、そこまでね、一般道に関して言うと、お重要視しないというふうに考える方もいらっしゃると思うので、やはりですね、その見た目、えー、中身、こういったところも大事になるのかなというふうに思うんですけど、まあ、とにかくこの車は高級感があって非常にかっこいいなと思いますよね。当然ですね、えー、このお車、細部にわたって洗練されていますし、 先ほども紹介したですね、11.6インチの縦型タッチスクリーンも非常に良いということですよね。空調、ドライブモードセレクト、そして運転安全システムなどについても上質な内容になっているということでございます。あと、こういった細かいところ、一つ一つのね、デザイン、そして素材、マテリアルをとってもですね、非常にい,いレベルが高いなと、そういう印象を受けます。いやー、いいね。 非常に素晴らしいですでスバルの最新の ad as もフルで標準装備となるというところがまあ、魅力になりますですのでドライバーモニタリングシステムも,もちろんですね高精度の3 d チェスデータを使って渋滞時のハンズオフ運転そして車線変更アシストを実現してくれるということですね で、えー、やはりですね、一番の魅力はアイサイト x も搭載されているということです。今まではレボークのみだったんですけど、いよいよですね、えー、アイサイト x が搭載されているということですね。まあ、あの、搭載されているのは日本仕様だけになりますので、えー、そのあたりはあ注意してください。という感じでですね、ここまでいろいろな魅力について触れてきたんですけど、ま,あ、まとめるとですね、えー、この車、あれがしアウトバックは本当にいい素晴らしい車だということでございます。 あのー、次回以降もですね、ちょっと細かくいろいろ見ていきますので、今日はまあ、大まかなね、えー、この車の魅力について、えー、触れていきましたあ。具体的なそのアイサイト x の内容だったりとか、まあ、どういったところが素晴らしいのかということも含めてですね、えー、また後ほど別動画でアップしますので、えー、よければチャンネル登録と高評価を押していただけると嬉しく思います。 ということでですね、えー、今日は以上になります。最後にちょっとボディサイズだけね、改めて紹介します。えー、全長が4870、全幅が1875、全高が1670という形になります。ということで、えー、ぜひね、えー、興味があるという方は、スバルの方に足を運んでみてください。ご視聴いただきましてありがとうございました。以上です。 ははい皆さんんどうもこんにちは今日はですね、スバル a r u のホレスターについてね見ていきたいというふうに思います。いよいよですね、今年の夏に発売ということで、ホレスターね、シ、え、ン、ー、グレード STI スポーツというものを詳しく見ていきたいんですけど、まあ、それ以外にも、ホレスターの 魅力がどういったところにあるのかというところについて、ね、お伝えしていきたいなというふうに思います。で今回の改良ではですね、SUV でありながらもよりスポーティーで質の高い走りを求めるニーズに応えるですね、STI スポーツというのを新設定しています。STI チューーニンングにによよるる専用ダンパーを装備することによって、重心の低い、 SUV でありりりななななががらスポポーツセダンンンンののよううハンドリングとと上質な乗り心地を実現したというのがポイントになります、まあ、外観にはですねブラックパーツをあしらっていて STI スポーツの上質さとスポーツさを表現しているということになります内装について、は後ほど改めて紹介しますけど熟成された深みのあるボルドーアットナッパレザー素材に包まれる上質な空間を演出しているということでございます。 もともとね、あの第5世代のフォレスター、これより前のね、モデルに関しては、2018年の6月に発売されて、えー、乗る人すべてが楽しく快適な空間を共有できるように、取り回しの良さと室内の広さを両立したパッケージングとか、使い勝手の良い装備を採用しているということになっています。で、ちょっと気になるところとしては、アイサイトは搭載されてるんですけど、アイサイト x が搭載されていないということで、まあ、人によっては、なんでレボークとかには搭載されてるのに、このフォレスターが搭載され てないとあと XB もまだ搭載されていないんですよね、だからその辺早くしてくれというような声もあるみたいで、まあ、確かにそれは本当にその通りだなと思いますし、あのちょっと今後の、ね、改良に期待したいなというふうに思います。ま u b a が最重要販売車種として位置づけるグローバル戦略者になりますから、 まあその辺りはね、あの早くつけてほしいというふうに思っている方は多数いらっしゃるのではないでしょうか。あのー、やはりこのフォレスターは、あのー、すごく魅力があって、特にアウトドアとかアクロを走るときっていうのは、すごくね、えー、素晴らしい車というふうに知られています。1.8リッターの直噴ターボモデルでロングダイヤルをしてくれるということで、足回りのね、変更で、えー、さらにねより良くなったということでございます。で、 えー、まああのそれこそですねこの車で言うとおさっきもお伝えしたようにいこれからね秋とか冬に雪がね、えー、雪とかその紅葉とかの葉っぱでね走りにくい,い路面とかもやっぱあると思うんですねでそういった時にいそのモードをセレクトすることで走りを堪能することができるということでございますでさらに、あのー、細かいところで言うとエクステリアもねすごく 良くななったなといいう,うに思います。以前とモデルと比較するとヘキサゴングリルをより一層大型したということでフレームをブラックトリムへ変更しましたでシンプルな水平気象のルーバーはより立体的でスポーティーな造形になったということでございますでこの大型化したグリルが起点となってヘッドライトも横長から縦長タイプへと変更されました 一見ですね、この字型デザインに変わりがないように見えるんですけど、LED のウィンカーがライトの下に配置されているといったことだったりとか、全く別の、ね、ライトに置き換えられていることだったりとか、まあ、そういったところがねこの車の魅力になるのかなという風に思いますで。バンパー自体も前がですね 15mm 伸ばされて、ナンバーの下部のバンパーガードがシルバーラインの入った立体的なデザインになったということでございます。でさらに空力性能を 意識したのかバンパーの近くにあるです、ね、部分には GT カーのフリックスボックスのような盛り上げがつけられているということでございます。 で装備品としてはですねルーフレールがオプションで加わったと、そしてスポーツのホイールはダークメタリック塗装の専用タイプとなったということでございます。ただ、全体的には初期型のイメージをきちんと受け継いでいるというところになっていて、ちょっとだけワイルドになった感じなんですが、実際の部品構成はより一層です、ね、ガラリと変わっているので、あの作り手であるすばルにしてみれば大幅改良になると思うんですけど、すごいね渋いなというふうに思いました。はい まあ、この車は、ねえー、1.8リッターのー直運ターボンエンジンを搭載するスポーツ、ーそして、ね、2.4リッターの、ねえー、モデルとあるんですけど、えー、トルクはです、ね、確かトルスポーツのみ300ニュートンでで、ね、他は170ニュートンですね。 でボディサイズは464018151715ということになりまして、ホイールベースは2670と。で、最小回転半径は5.4ということで、まあ、取り回しがしやすいかしにくいかっていうところで言うと、うん、まあめちゃくちゃしやすいっていう感じではないですね、正直。なんでかっていうと、このサイズ感になってくると、やっぱそのでかいので、人によってはちょっと扱いにくいとか運転しづらいというふうに思う人もいるかもしれません。とはいえですね、この車結構安定感があるので、その、 なんていうのかな運転していて、すごい、その、なんていうのかお本当運転しやすいんですよね。シンプルに。なんでなんですかねやっぱレクサスとか運転すると、ちょっとなんか緊張するなっていうふうに思うんですけど、ホレスターとかだと、変に緊張しないというかね、落ち着いてゆったりと運転できる。もちろん価格もあると思うんですけど、あの、なんか安心感というか、落ち着きとか、そういうのがあるなという印象があります。はい。 で、えー、内装です内装についてはやはりこの茶色がいいですよね。何か私最近茶色っていうのがすごい好きであの、まあ、カブトムシ色っていうんですかね要はこの見ていて落ち着くんですよねすごくねこう高級ホテルとか思い返してみると帝国ホテルとかニューオーダルとかも結構この茶色をすごく多く使っていて。 まこれがあることでその室内全体の上質さだったりとかあ落ち着きに磨きをかけているなという印象を受けます。だからなんかこの色とかだとそのよは速度を高速とかでもバーって飛ばして走りたいってあんま思わないというかあのすごいこうただゆったりとなんかジャズとかピアノクラシックを聴きながら走ると。 そういうその使い勝手ですよね。使い方がすごくいいなというふうに思っていて、まあ、そうした意味でもですね、このフォレスターは、すごいこう、レベルが高くて、素晴らしい車だというふうに思いますね。うん、非常にだから、いいと思います。はい。ということで、今日はね、ちょっとフォレスターについて見てきたんですけど、 結局じゃあこの車は何がいいのかっていうところで言うと、うん、やっぱなんだかんだ走行性能なんですよねそう走行性能、あのー。まずレベルがその高くてその安定感があるっていうところとあとはその足回りがねやっぱ磨きがかけられてるっていうところが特徴で、あのー、四輪駆動のトラクションっていうところがねやっぱ魅力になるんですけど背の高い SUV ボディをさせてくれるおかげで。 え乗り始めからすーっとね、あの緊張感が抜けていくようなあ印象があります、さらにサスペンションはロールが少なめなんですけど、あの突き上げるほどではなくて、乗り心地はフラットということでございます。で路面からの入力を一発で減衰する、その減衰力というところも非常に高いというところです。2.5リッターの NA エンジン時代のソフトなクッションライドとはまた大きく違っていて、あのあこれはこれでいいなというふうに思いましたね。 だからまあ乗り心地の良さがその結局その運転席、助手席、後席全てのお席で非常にいいということでございます。最近新型クラウンとかも発売されて全ての席は特等席というような言葉があるぐらいやはりその乗り心地だったりとかそのテイストっていうのはすごく意識されています。その中でもこのフォレスターはすごく質感高くてレベルが高いなとそういうふうに思います。で、フォレスターのステアリングがバリアアーブルギアレシオ機構を採用していて えー、初期の操、ね、作時の反応を穏やかにしているというところもすごく特徴としてあってやっぱ運転のしがいがあると言いますか運転していて楽しいなというふうに思いますで1.8リッターの直噴ターボについては非常によくできたユニットだと思いますで、えー、185の2.5リッター、ね、ユニットに対してパワーは177までダウ,ンダウンしているんですけど最大トルクが300ニュートンと、まあ、先ほどお伝えしたようにね、えー、実用域での走りはむしろ良くなったというのが特徴になると。 いうことですね。で、滑らかな加速が可能ということでねあのリニアトリックの油断フィールにまだメリハリが足りない部分もあるんですけどターボがもたらす瞬間的なトルクの後押しというところがね、えー、より一層魅力を引き立てているとそういう印象を受けますでえ2、ー、眼式のですねカメラはより一層です、ね、視野を広くしているということで、えーまあ、運転している時のその運転のしやすさというところはすごく えー、評価されるべきなななんじゃいいいかなというふうに思います、まああのー、結局、この車はあ、とにかくコスパがいい車だというふうに思っていて、300万円という価格に対して、すごい、その、まとまり感があって、上質な作りをしているなという印象を受けます。ですから、結局、まあ、トータルで見たときにね、本当に素晴らしい車ですし、あのー、満足度が高いね、1台に仕上がっているのかなと。 おーそういうふうにね思っております。まあ、ですから結局のところですね、この車は本当に素晴らしいですし魅力があって、まあ、多くの人にね愛されるべき1台なのかなというふうに思います。まあ、ですから世界で、えー、すごく売れているし多くの方にね求められている1台になっているのかなとそういうふうに思います。はいということで今日はちょっと新型あフォレスターについてね改めていろいろな角度から見ていきましたで。ちょっと次回以降もですね、このような形で、えー この新型フォルスターのですね、魅力に迫っていきたいなというふうに思ってます。よければ高評価とチャンネル登録お願いします。じゃそんな感じでまたちょっと動画投稿していきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。以上です。はい、皆さんどうもこんにちは。今日はですね、えー、スバルの新型レボーグについて見ていきたいというふうに思います。こちらの車はですね、私もですね、一度運転したことがあるんですけど、とにかくですね、パワフルなんですよね。それでいて、えー スピーカーの音とかもいいので五感をこうフルで刺激してくれるそんな魅力ある車になっているのかなというふうに思いますでこの新型レボークね本当に私自身もテンションが上がっていましてもう本当に買えるんだったらすぐにでも欲しいと思うぐらいの魅力ある一台になっているということでございます あのいわゆるですねこの新型レボークはどちらかというと年齢層がまあ高めの人とかも楽しめますし当然ね若い人とかも楽しむことができるうーものになっているのかなというふうに思います。でスバル a r u であの言うとですね、まあ、いわゆるそのアイサイト X っていうのがまあ搭載されていますからその辺もですね、えー、全体のー質感の向上に。い つながっていいるのかなという,ふうに思いますで GPS 等高精度の地図を利用して、えー、実用性高くですねドライビングアシストを展開するということでございまして、えー、渋滞時にはですねハンズオフを可能としてさらにいざという時の緊急停止機能もついているということでございますドライバーがですね例えば気を失ってしまった場合でも周囲の車に警告を促しながらですね 安全に停車するっていうこととともでできるいいうここございます、まあ、これは従来のアイサイトにはなかった、ね、機能になりまして、まあ、すごい、ね、技術が進化したなというふうに思います。でもっと言うと、歩行者保護のためのボンネット、エアバッグを備えているということも魅力になりまして、自分だけじゃなくて周囲への配慮というところ、これが魅力になっているのかなというふうに思います。でそれこそですね、 あのこの新型レボークがーいいなというふうに思うところは他にもあってですねやはりですねまあ、なんといってもーメーターのデザインが非常にかっこいいっていうところなんですねあのハンズオフアシストが作動中にはメーターが青色に点灯したりですねまあ本当にあの車好きの心をね、えー なんていうのかな本体から楽しませてくれるそういう仕様になっているということでございます。でさらに保護歩行者保護のためのボンネット、エアバッグなんかもついているということでございます。うん 非常に、ねえー、質感高くレベルがあってね、いいなというふうに思います。であとですね、フルインナーフレーム構造としたスバルのグラ、のグローバルプラットフォームというのももちろん採用していますし、2ピニオンの自動パワーステアリング、そして STI グレードは電子制御可変ダンパーをー培っていると、ね、いうことでございます。 で路面からの入力を見事にいなしてですね的確なステアリングインフォメーションを生み出すというところがね魅力なのかなというふうに思います。まあ、正直1.8ターのターボは まあ、めちゃくちゃパワフルっていうほど、ねえー、力強くはないんですけど、まあ、普通に一般道を走る点においては、ねえー、相当なものなのかなというふうに思います。ちなみにこの新型レボークに関してはボディ全体のです、ね、骨格連続性を高めるフルインナーフレーム構造によって光合成化と軽量化を実現しているということなんですね。 まあですから、実用性があるですねワゴンボディでありながらもスポーティーカーのような立ち振る舞いというのがありつつです、ね、家族を乗せたときにはコンフォートモードを選択してサルンのように包み込んでくれるというところも魅力の一つになるのかなというふうに思います。で これね、STR だとドライブモードをセレクトすることができて、インディビディアルといって、自分でですね、あのー、足回りを設定することができます。具体的には足回りというだけじゃなくて、ステアリングだったりとか、パワーユニットとか、サスペンション、そして、えーまあ、アイサイトどう,かどうするかと、ね、エアコンどうするかといったことをいろいろ選択することができるということでございます。これはね、結構楽しいですし、さ、ま、ら、あ、に魅力があるのかなという,ふうに思います。 まあ,あの私もですねこの新型ヴボークでいろいろドライブしてみてですね非常に良かったのはやはりね雪の上でのワインディングなのかなというふうに思います。あの本当ね車の魅力を最大限に出してくれるのかなという,ふうに思っていてあのシンメタルカー AWD とですね、えー、ギミックというところが実に力強くて、えー、素晴らしいということでございます。 まあ、まるでですね手足のように扱えるコントロール性の高さっていうところも魅力の一つだと思いますし、あのー、本当にですねあの質感が高いなというふうに思います。いや、非常にね、すごいですよね。そして、えー、この車の特徴は、ですね、まあ、当然リセールバリューもいいということも言えます。まあ、なぜかというと、まあ、人気があるからですよね。まあ、私、あの子供の頃からですねスバルっていう車に対して結構憧れがあって、実はまあラジコンとかも持ってて、すごいあのかっこいいなというふうに思ってたんですけど、 まああのー、この車はです、ね、2020年から2021年に日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞するということもあってです、ねえーまあ、本当に評価があかなり高いということになります、うん、非常にい,いよねちょうどですね確か2021年ぐらいかな1年ぐらい前に2.4リッターのターボエンジン仕様が追加されてそこから、ね、また売れ上が伸びたと。 ということでございますうん、非常にいいよね、うん、だからまあ結局のところですねあの質感が非常に高いっていうこともそうだしあの後はねあの 内外装のやっぱ装飾のレベルがすごい高いということがあって、まあ、例えばですけど、オーストラリアでは高性能な新型スポーツセダン WRX2022 年モデルのテーザーサイトがオープンしていて、そこではですね、新型 WRX と一緒に掲載されている WRX ワゴンはですね、日本でおなじみの新型レボークそのものなんですね。まあえー、ただ、 あただのレボークではなかったということでございまして、まあこの辺がね、やはりその、まあ、魅力なのかなというふうに思います。はいいやしかし本当ね、新型で僕はかっこいいし、いい魅力がありますよね。見ているだけでこうワクワクさせられるというか、うん、そういうふうに思います。で、えー、まあこの車はですねまあ、何がいいのかというところで言うと、結局のところですね、えー、そのすべてのお 路面を楽しむことができるということでございますどういうことかというとですねまあ、いわゆるその一般道を走っていても楽しいですし首都高をね、えー、スピード出して、えー、買ってますというのも楽しいとだから本当ねいいとこどりをしているというか二重に楽しめるっていうところがまあ、メリットなのかなというふうに思いますまあ、ですので、えー、結局のところですねこの車は 相当ですね質感、そしてレベルが高いなというふうに思いますし、まああのそれだけじゃなくてねその安定感もあるということでございます。まあ、ですからあー、少しでもですね購入を検討しているという方ですね市場に乗ってみてください。あとはですね、えっと、なんだっけな、えー カレコっていうサービスを使えば、新型レボークをレンタルすることができまして、まあ、1日、ですねそんな長がないですよ、数千、ちょっと値段の差忘れちゃったんですけど、夜とかだとそれこそ3000円とかで6時間運転することができたりもするので、非常にですねそのコストパフォーマンスがいいですしあの、満足度が高いのかなというふうに思います。まあ、それだけねこの車はまあ魅力がありますしその、ポテンシャルが高いんですよね、全体のポテンシャルが高いです。 さっきも冒頭でお伝えしたんですけど音楽の音がめちゃめちゃいいんですよだからこれでねまああの例えばクラシックを聴いてドライブするっていうのもありだと思いますし普通に EDM とかを聞いてねあのドライブするっていうのも楽しみ方の一つだと思います、まあ、何を言いたいのかというとそのいろんな楽しみ方ができますよっていうことですねやっぱ車って本当面白いですし可能性が無限大だしそのどう使うかによって大きくですね、えー 変わってくると思いますます、あ、ですので、えーまあ、使い方はね、まあ、センサー万別いろいろありますけれども本当にうまくこう活用することこそがですね、えー、大事になってくるのかなというふうに思います。はい ということでね、まあ、今日はちょっと新型レボークの魅力についてね、いろいろ見ていきました。で、今後ですね、私のこのチャンネルではね、車に関する動画をお届けしていきたいなというふうに思っていて、さまざ、あ、まなですね、えー、車、まあ、このようにスバルの新型レボークだけじゃなくてですね、まあ、いわゆるその最近の人気車種をお伝えしていければなというふうに思います。はいということでね、 まあ今日はちょっとそんな感じです。まあ、あんまり長く喋ってもね、しょうがないので、えー、以上にしたいというふうに思います。で、えっと、ちょっと一点だけね、皆さんにお知らせがありまして、私はですね、ピカパートっていう名前でメインチャンネルやってまして、もしよければそちらもチャンネル登録、えー、と高評価していただけると嬉しいです。そちらは、あのー、あれなんですよね、要はですね、あのー、どちらかというと、高級車をメインで扱ってい,いまして、メールセデスとか、 あと、レクサスとかね、あのー、そういう車をメインに扱っていると、扱っているというか、まあその乗っているということでございますので、まあ、どちらかというと高級車が好きとか、ラグジュアーな車が好きという方は、ね、ぜひそちらを見ていただけると嬉しく思います。はい ということでね今日は以上になりますいつもご視聴いただきましてありがとうございます今後もねこのような形で、えー、車に関する情報をお届けしていければというふうに思いますご視聴いただきましてありがとうございました以上ですはい皆さんどうもこんにちは今日はですねスバルの人気車種新型レヴォーグがですねビッグマイナーチェンジをするということでですね、えー、この車の魅力というのをお伝えしていければなというふうに思っておりますで えー、今回、ですね、えー、かなりいろいろ注目なポイントがあるんですけどそもそも現行モデルは2020年10月にですねフルモデルチェンジして、まあ、新世代になっているということでございます、まあ、そもそもねこのレボークというのはブランドのですねミドルクロスワゴンとして設定されているということでございまして私もですね何度か運転したことがあるんですけどかなりいいですよ正直これは なんていうのかな、あの、本当にセダンの中でも、かなりトップクラスにいいと思います。で何がいいっていうことなんですけど、まずですね、その、運転の時の安定感もそうだし、あの、正直ラグジュアリー感っていうところもあるんですよ。なんか、私個人的な感想で言うと、国産車の中ではトップクラスにラグジュアリー感だったりとか、その走る高揚感、ワクワクっていうところがあるのかなというふうに思っていて、まあ、その理由、背景っていうところが、 えー、やはりですね、えー、電子制御ダンパーにあるのかなという,ふうに思っています、まあ、そもそもスバルっていうのは全車、ね、水平対高ジンだったりとか新メタルカード AWD とかそういうのを搭載してるんですけど、まあ、その効果もあってかですね走りがとにかく面白いんですよでそれでいて五感を刺激するですね、えー、そのスピーカーの音音質これがめちゃくちゃいいですだから正直そのこのレボークで走っている時のテンションの上がり方っていうのがもう本当にすさましくて 私自身ね、すごい感動しました。あ、ここまで、えー、楽しく運転することができるのかと。五感をね、フルで、えー、感じさせることができるのかと、非常にね、驚きました。で、 今回、まあそのねえー、ビッグマイナーチェンジする新型レボークではです、ね、新しいデザインを採用するだけじゃなくて、パワートレインだったりとか STI スポーツに採用する電子制御ダンパーですね、先ほど私があお伝えしたこの電子制御ダンパーの制御を見直すことによって走行性能を向上するということなんですね、はいまあ。ダンパーを見直しするということで。 えー、これにおけるですねメリットとしては、要はアクセルを踏んだとき、そしてブレーキを踏んだときのレスポンスがより一層速くなるというところ、まあ、だから、よりドライバーの移行に忠実になるというところがメリットになるのかなというふうに思います。でそれだけじゃなくてね、ねインテリアの素材を変更することによって、えー、質感を高めて、えー、吸音材、そして、えー、遮音材の配置を最適に配,、えー、配置することによって、静粛性をアップしたということになります。もともと、元々このレボーク、今現状でもですね、 アイサイト x というのが搭載されているということになってますから、かなり、ね、その安全システムにおいてはレベルが高いものになっています。でさらにこれが今回、検知精度が高められるということになります。ちなみにこのビッグバイナーチェンジする新型レボークに関しては、2023年8月に、ね、予定が発表されているということでございます。 で具体的な主な変更点についてお伝えさせていただきます。まずですねいくつかあるんですけど、やはりですね先ほどもお伝えしたように新しいデザインを採用するということ、そして、えー、今回、より一層ですね全体の質感が上がったということでございます。 ちなみに2021年度の11月にも変更がありましたでその時にはですね、STI スポーツ R グレードに 2.4L の水平対向4気筒のターボエンジン FA24 というのを新設定しているということでございます。さらにオプションにですね、サンルーフを新設定したりとかしているということでサンルーフ結構いいですよね であのこのようなですねセダンにやっぱサンルーフがついていると、なんかまるでオープンカーのようなですねそんな気持ちよさを運転しているときに味わうことができるというのが、やはり醍醐味になってくるのかなというふうに思います。あとね、あのドアロック時でもです、ね、パワーアリアゲートを運転席スイッチで開閉可能になっていたりとか、あそれこそですね、えー、さっき言ったアイサイト x のドライバー異常値対応システム機能による停車時にすべてのドアを自動でですね解除するように変更したということでございます。 あのー、そしてですね、ボディカラーに新しくセラミックホワイト、サファイアブルーパール、イグニッシュレッドを新設定したと。えー、一方ですね、クールグレーカーキとラピスブルーパールを廃止したということで、色も、ねえー、変えていったということでございます。いや、でもね、ほんとね、あのーまあ、しつこいようですけど、レボークめちゃくちゃいいですよ。 うんあのー、今、現状でそのアイサイト x が搭載されているというのはもちろんそうです、あのフォレスターとかはね今、アイサイトのみですからね、アイサイト x 搭載されてないです、だからそれもそうだし、その質感が高いんですよ、とにかく、運転してるときに、うわ、これは楽しいなと、一般道もそうだし、高速道路を走ってるときも、とにかくその高級感があってなんかその、なんていうのかな、本当にいい部分をそのまま凝縮したっていうね、そういう車に仕上がってるのかなというふうに思います。 ヘッドライトもよりスリムなデザインになっていて、エアインテークを拡大してワイドな印象としてバンパーを合わせることによって先進的なスタイルになったということでございます。でリアはフロントに合わせてデザインを見直したテールランプとバンパーを装備することで走行性の高さがアピールされるということになります。 まあ、やはりね、あのー、このレボークというのは、ああ、すべてのね、素材、マテリアルを徹底的にこだわっているというのが特徴でして、まあ、スバルの車の中ではトップクラスにですね、その質感がいいのかなというふうに思います。あと、メーター周りもね、デジタルミラーをあ、デジタルメーターを採用していてですね、 近未来的な欧州車のメルセデスベンツとかアウディとかの同じような、ね、地図の表示、マップの表示、メーターのところにマップが表示されるというね、こういったところがやはり面白いですし、さらに左側にもね、でかい12.3インチのデジタルメーターというのを採用していると。ですから、このあたりも全体的に整っていってです、ね、質感が高いのと、そしてレベルが高いのと、そういうふうに思う次第でございます。 さらにですね、あの今回このデジタルメーターと合わせてインフォティメントシステム用としてですね、11.6インチの大型ディスプレイも搭載されているということでございますこれがさっきお伝えした中央の、ね、大きいものになりますディスプレイですねでこれが Apple CarPlay とか Android Auto にも対応するということでございますからスマートフォンとの連携を強化したとこれどういうことかというとですね、単純にスマートフォンの要は映像、えーと 画面ですね、これを液晶としてですね、要はデュアルモニターみたいな感じで、えー、表すことができると、こういったところがまあメリットですかね。だから例えばスマートフォンで、えーまあ、その何か、ね、こう表示したい画面があったときに、音楽の選択をするときにです、ね、ボタンを押すときに、それをそのままですね、えーまあ ディスプレイの、ね、インフォティメントシステム用として、えー、表示させることができるとこういったところがメリットです、まあ、それ以外にもですね、えー、後席の左右のヒートシーターだったりとかインパネアンビエント照明なども採用しているということでございます、うん、ちょっとこの辺がどれだけのライトのね、つき方になるのかというところも本人的には楽しみかなと思いますあと運転席の 10A そして 助手席のです、ね、ウェイパーシートなんかも注目ですよね、うん、そして、ラゲッジへのアクセスでは、エンブレムに体の一部を近づけるとですね開くパワーアリアゲートを採用するということでございます。これもねやっぱ利便性の向上に大きく寄与しているのかなという,ふうに思います。まあ例えばね、ね、えー、右手はあーカバンがある、左手はなんかコーヒーを持っているとか、まあ、そういう状況においてもですね足をね、あのー 近くに刺したりとか体を近くにすることで自動で開くと。まあ、ですから、そのまま荷物を積むことができると、こういったところはまメリットだし、まあ、特にね、その開け閉めっていうところでいうと、女性の方とか、年配の方とかは、まあ、やっぱり力がいるので、なんかちょっと面倒くさいなとか、抵抗感あるなというふうに感じる人も多いと思います。まあ、ですから、そのあたりも非常にですねあのー、便利になったなと思う次第でございます。はい で、ラゲッジスペースに関してのスペースです。えー、まずですね、カーゴフロアボート上部492リッター、そしてサブトラック69リッター合わせて合計ですね、561リッター確保されていると。まあ、これぐらいやればゴルフバッグとかも、お当然ですね、置くことができますし、まあ、それでいてですね、まあ、その、受取もある、う質感になっているというふうに思います。 でエンジンとスペックについてです。えー、さっきもお伝えしたんですけど、水平対向4気筒の1.8リッターターボだったりとか、STI Sports R に関しては、ですね、水平対向4気筒の2.4リッター直噴ターボということになります。うん、あのこの2.4リッターというのはかなりパワフルですよね。非常にいいと思います。でトランスミッションは、あーマニュアルモード付き CVT のリニアトロニック。駆動方式は4リンク度と、ね、いうことになっています。はい で新型ヴボークに搭載される第4世代のボクサーサーボエンジンでは d e a ンこれはあいわゆる希薄燃料技術というのを 採用していて、環境性能を高めながら大きなトルクによるストレスのない質感高いね走りを実現しているということでございます。まあ、それ以外にもですね、新型レヴォーグではトランスミッションの約8割に部品を申請したリニアトロニック CVT を組み合わせているということでございます。ステアリングは電動パワーステアリングのモーターアシスト軸とドライバーのステアリング操作軸を別軸とする2オピニオン式の 採用ですね。これをしているということでございます。まあ、ですので、より滑らかでリニアなステアリングフィールが実現しているということでございます。はいまあ、こういったさまざまないいところっていうのがやっぱありますから、あのそういったところをね、えー、一つ一つ 比べて、そしてですね、吟味するというところが面白さになっているのかなとそういう風に思う次第でございますはい、ということで今日はですね新型レボークの魅力について改めてお伝えしていきましたまあ今後もですね、このような形で新型レボークの 良さ、魅力、そういったところに触れていきたいなというふうに思っていますので、ぜひね、えー、今後も楽しみにしていただければなというふうに思います。ちょっとね、引き続き動画を上げていきますので、よければチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しく思います。それではまた。